事故じゃないんですけど、えー、ボンネットぐちゃぐちゃの車が蛇行しながら運転してるんですよフラフラと揺れながら走行する黒い車これはおととい朝川市長山で撮影された映像です前に割り込んできた車のボンネット部分が壊れフロントガラスが割れていたことを不審に思い助手席から撮影したと言います あ、ボンネット開いた。危ない。国道上で、車のボンネットが開きました。前が見えないであろう状態で、走り続ける車。走ってる最中ずっと蛇行運転してたんで、すごい危ないなと思ったんですけど。車は、この国道三十九号を向こうに向かって、蛇行して走っていきました。 で日中車通りが絶えない場所となっています視聴者が不審な車を見つけたのはおととい午後2時半頃です車は国道39号に向かう道を蛇行し国道に入って左折しました視聴者は警察に通報しながら車の後を追い続けました車は赤信号を無視しながら

ね、その後、車を停めて蛇行を続けていた。男に声をかけると、男はふらふらして呂律が回らない状態だったので、視聴者は男の車のエンジンを止めたと言います。その後、警察が駆けつけ、この近くに住む37歳の男が現行犯逮捕されました。男の吐いた息からは？ 基準値のおよそ2倍のアルコール量が検出されたといいます男は自宅で缶のハイを2本飲んだと話しているということです